2024年6月7日、日本の尖閣諸島周辺の領海に中国海警局の船舶の4隻が同時に侵入する事態が発生したね。当日の午前中から午後にかけての延べ2時間余りの時間をかけて侵入した後、日本の領海を後にしたと報じられたな。今回はそんな中国海警局による尖閣周辺海域への侵入について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本の尖閣諸島周辺の領海に中国海警局の船舶が侵入したのは、今年2024年に入ってからはこれで通算17回目を数え、尖閣諸島周辺の接続水域にまで範囲を拡大した場合には、昨年末からほぼ毎日航行が確認されているよ。今回の中国海警局の船舶による領海侵犯行為の始まりも、同日朝に同局の4隻すべての船舶がまず接続水域を航行した後に発生しており、このところすっかり定番と化したカンスラール4隻1セットでの行動で行われた模様だね。日本政府側の対応は同日の午後に林官房長官が記者会見の席上において、中国海警局の船舶の日本の領海への侵入は国際法に違反する行為であり、外交を通じ抗議を行うと同時に、尖閣諸島周辺海域の警戒及び監視を継続する旨を表明したみたい。林官房長官のコメントは中国海警局の領海侵犯行為に対して非常に遺憾であると述べたけど、これはいわゆる遺憾法と日本のマスメディア各社が評する紋切り型の反応であり、日本国内での扱いも特段大きなものとは感じられなかったんだ。一方の県の中国海警局は同局の報道官が従来通りの中国政府の見解にのっとり、尖閣諸島は中国固有の領土と主張しており、そこへでの船舶の行動は自国の主権や安全保障及び海洋権益を守るものだとするコメントを発しているぜ。その主張を前提として中国海警局の船舶は、自国の国内法に従って今後も尖閣諸島周辺海域での警備活動と法を守るための行動を継続すると述べており、そもそも当該の海域は日本の領海ではなく、自国のものだと強弁しているな。このように全く日本政府と中国政府とは尖閣諸島周辺海域をめぐり、それぞれが立脚する立場をことにしており、どこまで行ってもこの問題が平行線から抜け出す可能性は著しく低い、政治的な状況にあると言わざるを得ないんだ。今回、日本の尖閣諸島周辺の領海に侵入を行った中国海警局の船舶4隻には、いずれにも砲機艦砲とおぼしき武装が搭載されていた模様だと伝えられており、常態化しているこうした行為でも1セット4隻の船舶すべてが武装しているケースは初めてではないかと目されているね。こうした中国海警備局の船舶の武装に対する表現も、日本のマスメディア各社はその大半が機関砲らしきものを搭載していたとの言い方で表記しており、例によってあからさまな断定は避けた無難な表現にとどめている感が強いぜ。いずれにせよ中国側がこうした中国海警局の船舶の武装をはじめとし、装備や送り込んでくる隻数や船舶の規模自体も徐々に増加させている傾向は強まりこそすれ弱まる素振りなど見られないことから、日本政府もさらなる対抗策を迫られているわけだ。そうした中で報じられたのが、これら相次ぐ尖閣諸島周辺海域への中国海警局の船舶の侵入頻度と隻数の増加に対し、海上保安庁ではこれまでにない規模の排水量を持ち、多用途な運用を可能とする超大型の巡視船を建造する意向を表明したよ。この2024年6月時点で海上保安庁が保有運用している巡視船は、最大規模のものでも総トン数でおよそ7350トンの秋津島や、同7300トンの黎明型が3隻となっているんだけど、これらをはるかにしのぐ排水量の船舶の新規建造が打ち出されたんだ。この海上保安庁が新造を目指す巡視船は、全長でおよそ 200.0m。全幅等の数値は不明ではあるけど、総トン数では実に3万トンクラスの規模になることが報じられており、現行の秋津島や黎明型としても総トンは4倍以上になる計算だね。海上保安庁ではちょうど今年2024年4月、
1992年4月から32年間にわたって収益させていた大型の巡視船四季島を老朽化に伴い退役させており、この四季島は収益から2015年に中国海警局の船舶が収益するまでは世界最大の7175トンの総トン数を誇る巡視船だったな。巡視船四季島の船名は最新型の大型巡視船である黎明型の4番艦に引き継がれ、新しい四季島もこの今年2024年3月には浸水を終えており、2026年中には収益を行う予定で準備が進められているらしい。現時点では今年退役を行った初代四季島の改良型と位置づけられる秋津島が、総トン数で7350トン、全長で 150.0 メートル、全幅で 17.0 メートルの船体を持ち、海上保安庁が持つ最大規模の船舶となっているね。ちなみに海上自衛隊で現時点で最大の規模を誇る艦艇といえば、ちょうど航空母艦化改修の途上にある出雲と加賀の2隻の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦であり、最大で各種の回転翼機を14機収容可能なキャパシティを持っているぜ。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、海上自衛隊で最大規模の艦艇というだけあって、基準排水量で1万9500トン、満載排水量で2万6000トン、全長で 248.0 メートル、全幅で 38.0 メートルともとより他国の軽空母並みの艦隊を有しているな。今でこそ出雲型ヘリコプター搭載護衛艦が航空母艦化改修を施され、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用する艦艇となることを目指し着々とその準備が進められているけど、最初からその道のりが確定していたわけではないんだ。まず海上自衛隊では大隅型輸送艦3隻を1998年から2003年までかけて収益させ、同隊として初めて全通式の飛行甲板を備えた艦艇として、外艦は航空母艦前とした同艦を配備することで世論の批判をかわす足がかりにしたと言えるね。続いて海上自衛隊では大隅型輸送艦において全通式の飛行甲板を装備する艦艇の地ならしを終えた後、2009年から2011年にかけて同様に全通式の飛行甲板を備えるヒューガ型ヘリコプター搭載護衛艦を収益させたよ。ヒューガ型ヘリコプター搭載護衛艦は、基準排水量で13,950トン、満載排水量でおよそ19,000トン、全長で 197.0 メートル、全幅で 33.0 メートルほどの規模となったが、これがベースとなり出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の建造に行き着いたぜ。ヒューガ型ヘリコプター搭載護衛艦にせよ、次の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦にせよ、周辺諸国への配慮と日本国内世論に優位する形でその建造と収益は進められ、災害時には多数の回転翼を用いての救助や救助者の収容が行えることが強調された感はあったよな。そうした災害救助任務への従事も行える点をヒューガ型や出雲型は日本において、その必要性を認知されるためのポイントに用いた感は否めないが、そもそもは仮想敵国の潜水艦を封じ込めるための対潜哨戒任務が主要とではあるわけだ。今回、海上保安庁が新造を決めたという新型の総トン数3万トン超とも伝えられる排水量は、実に海上自衛隊で最大規模を誇る出雲型ヘリコプター搭載護衛艦よりも大きいんだけど、その外観などもまだ定かとはなっていないよ。これほどの排水量を持つ点を鑑みれば、その新型の巡視船は広い飛行甲板を備え、多数の小型のゴムボートを収容する型式になると個人的には思え、海上保安庁所属の船舶ながら大隅型のようなドック式揚陸艦に近い形になるのではないかと推察しているぜ。これまでの報道によればこの新型巡視船は回転翼機を少なくとも3機搭載可能で、ゴムボートは数十隻、艦内にも1500名規模の人員を収容する能力を備えるとされ、南西諸島の有事の際には懸案となっている住民の保護にも活用が見込まれているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2024年7月25日、陸上自衛隈のトップである森下泰臣陸上幕僚長が記者会見において、
陸上自衛隊の地対艦ミサイル部隊の発射訓練を小笠原諸島の南鳥島で実施するとして、射撃場を整備する計画があり、東京都と小笠原村に計画を伝えたことを明らかにしたよ。南鳥島は、東京都小笠原村小笠原諸島に属していて、本州からは約 1800km 離れている日本最東端の離島で、日本列島の太平洋側の沖合に南北に走る日本海溝よりもさらに東にあって太平洋プレート上にある唯一の島であることから、太平洋プレートの動きを監視するために電子基準点が設置されているな。今回は小笠原諸島の南鳥島に地対艦ミサイル射撃場を整備する件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。そんな南鳥島は一辺が約 2km の三角形をしていて、最高地点の標高はわずか2、9メートルと平坦で、島の周囲は珊瑚礁であるために浅くなっているが、北西太平洋海盆にあることから珊瑚礁の先はいきなり水深1000メートルとなる断崖になっているよ。島には1935年昭和10年までグアノを採掘するために住民がいたが、現在は民間人の定住者はなく、飛行場施設を管理する海上自衛隊硫黄島航空基地隊南鳥島航空派遣隊約10名と、気象庁南鳥島気象観測所約10名に関東地方整備局南鳥島港湾保全管理所3名の職員が交代で常駐しているだけで、一般人の立ち入りは禁止されており観光目的で訪れることはできないんだ。2012年6月に東京大学の研究チームが島の近海海底に日本で消費する約230年分に相当するレアアースを発見したと発表したことで注目されているね。防衛省の計画によると、南鳥島に設営されるのは陸上自衛隊が運用している長射程の12式地対艦誘導弾の射撃訓練場で、島の西側に発射機が配置され洋上に向けて発射するとされ、将来的には日本に対して攻撃を意図している敵基地を攻撃するための反撃能力として現在開発が進められている。12式地対艦誘導弾能力向上型や当初防衛用高速滑空弾などの長射程ミサイルなどの射撃試験や訓練にも利用されることになると見られているな。長射程ミサイルの発射訓練については、付近を飛行する航空機や洋上においては、航行する船舶への被害が発生しないようにするため広大な空域と海域を確保する必要があり、これまで日本国内では適切な演習場がなかったことからアメリカやオーストラリアなど外国にミサイル部隊を派遣して訓練を実施しているぜ。そのために外国との調整や部隊及び装備の移動に時間と費用を要するために訓練が制限され、ミサイル開発においても試験の場がないことで進捗の遅れにつながっていたわけだ。森下陸上幕僚長は地対艦ミサイルの射撃訓練はこれまでアメリカやオーストラリアで行っていて、訓練の機会や参加部隊が非常に限定されていたとして、国内に訓練基盤を持てることは訓練機会の安定的な確保や練度の維持と向上につながり、防衛力の強化に直結すると思っていると述べ、南鳥島で訓練を行う理由については島の周辺を行き来する船舶や飛行機が少ないことや、島に海上自衛隊の基地があることで、射撃訓練を行う際に防衛省が所有する用地を使用できることから選定したと述べたよ。また、南鳥島から最も近い有人島の父島や母島までは約 1200km の距離があり、現在運用されている12式地対艦誘導弾の射程が約 200km であることからその射撃には問題がないらしい。しかし12式地対艦誘導弾能力向上型改修は、第一段階として燃料効率に優れたターボファンエンジンの採用などによって、統合空対地スタンドオフミサイルジョイントエアートゥーサーフェススタンドオフミサイル JASSM の射程延伸型 ER や、長距離対艦ミサイルロングレンジアンティシップミサイル LRASM などの長射程ミサイルと同等の射程 900km 程度に延伸され、最終的にはアメリカ製巡航ミサイルトマホークに匹敵する 1500km の射程距離を目指すとされているぜ。この12式地対艦誘導弾能力向上型については、
2024年7月12日に防衛省が発表した2024年版令和6年版防衛白書の中で10ページにわたって画像付きで紹介されており、画像から判断する限りにおいて本体は人に意識地対艦誘導弾よりはるかに大きなサイズであるだけでなく、その形状もまた変更されステルス性能が向上されたと見られるスタイルであることから、この画像を見た軍事専門家からは、人に意識地対艦誘導弾とは全く別物となっているため、人に意識誘導弾とは全く別のミサイルとして新しい名称が付けられるのではないかとの見方が出ているね。さらに地対地ミサイル当初防衛用高速滑空弾においては2025年度令和8年度から、射程数百キロメートルのブロック1の配備を開始する予定とされ、2030年代からは極超音速で飛行して射程3000キロメートルでとされるブロック 2B の配備を開始する予定とされているよ。これら開発中のミサイルでは父島や母島が射程内に入るため島への誤射や漁船などへの被害が生じる可能性について懸念があり、小笠原村の住民の間では国防のために仕方ないとして容認する意見が多いと見られているが、不安を訴える声もあることからミサイルが発射される方角などについて、地元への説明については慎重かつ確実に実施する必要があるとの声が上がっているんだって。森下陸上幕僚長はミサイルを発射する方向に父島、母島があることから小笠原村から懸念が示されていることについて、発射を行う方向に船舶などがいないかを常にレーダーで監視することにしているとして、引き続き丁寧に説明して、不安や懸念の払拭に努めていきたいと述べたね。また小笠村を管轄する東京都の小池都知事はこの発射場計画について、7月25日に NHK の取材に対して、基本的に安全保障ということで国の戦艦事項になるとした上で、国境離島は重要な地域だが、小笠原村の理解を得られるよう配慮していただきたいと述べているぜ。政府と防衛省はこの南大東島の他にも、中国の軍事力による現状変更を強行する動きに対抗するため、防衛力の抜本的な強化が必要であるとして各地で部隊配備や施設の整備を進めているな。沖縄県にあって沖縄本島の東約 360km の太平洋上に浮かぶ北大東島には、近年中国海軍の空母艦隊などが盛んに南西諸島を越えて太平洋に進出して艦載機乗り発艦訓練などを実施していることを踏まえ、その監視のために航空自衛隊の移動式警戒管制レーダー部隊が配備されることになり、7月22日には北大東村が正式に受け入れを表明したよ。鹿児島県の種子島の西にある馬毛島には2023年1月から飛行場を有する自衛隊基地の建設が開始されていて、航空自衛隊機の訓練のみならずアメリカ海軍第7艦隊の空母艦載機の陸上空母離着陸訓練フィールドカーリアーランディングプラクティス FCLP にも使用されるほか、有事や災害時における救援物資などの集積場としても機能するとされ、4年の工期を経て完成となる予定だね。佐賀県の佐賀空港には、南西諸島などの島嶼防衛を担当する、長崎の陸上自衛隊水陸機動団が使用する V-22 オスプレイを配備するために、空港に隣接する土地に駐屯地を建設する工事が進められていて、2025年には開設される予定なんだって。また、海上自衛隊基地がある広島県呉市の日本製鉄の製鉄所の跡地に複合防衛拠点を整備する計画が進められていて、自衛隊装備品の維持整備と製造基盤などの複数の機能を持たせるとされているぜ。さらに、現状ではわずかな期間で弾薬が枯渇するとして懸念されている自衛隊の継戦能力を向上させるために、弾薬530棟程度を全国に展開させる整備計画があり、これまでに青森京都大分宮崎鹿児島沖縄の6府県への建設が決定したな。また、中国の海洋進出を牽制するための南西諸島への陸上自衛隊ミサイル部隊の配備も進められていて、現時点では宮古島駐屯地、奄美大島瀬戸内分屯地、石垣島駐屯地、そして沖縄本島の勝連分屯地に一二式地対艦誘導弾を運用する部隊と電子戦部隊などが配備されているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。
航空自衛隊ではアメリカのロッキード・マーティン製の第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2の導入を進めているよ。105機の配備が予定されている通常離陸型の F-35A の他に、垂直短距離離着陸、ショートタケオフバーティカルランディングストーブル型の F-35B を42機導入する計画だな。今回は護衛艦加賀が2024年中にアメリカ東海岸で F-35 運用評価試験を実施している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、この F-35B を艦載機として運用するために海上自衛隊最大の護衛艦である出雲型ヘリコプター搭載護衛艦 DDH 出雲及び加賀において軽空母として運用できるようにするための改修工事が実施されているね。2023年11月13日にアメリカ海軍とアメリカ海兵隊の調査研究所であるアメリカ海軍調査研究所ユナイテッドステイツネイバルリサーチラボラトリー NRL が日本の空母が2024年に F-35B 運用評価試験を受けるために、アメリカ本国の大西洋側にあるパタクセントリバー海軍航空基地に来訪すると発表したことが話題となっていて、この場合の日本の空母とは2023年中に飛行甲板の形状変更改修が完了した加賀を指しており、2024年中にアメリカ東海岸に赴いて長期間にわたって滞在して、F-35B 運用評価試験を受けるものとみられているよ。この F-35B 運用評価試験とは空母上で F-35B を運用するにあたって適切であることを証明するために必要な手続きで、F-35A と F-35B に艦載機型の F-35C のライフサイクルプログラム管理などを主導する組織である。F-35 ライトニング2統合プログラムオフィス F-35 ライトニング2ジョイントプログラムオフィス JPO が空母や強襲揚陸艦などの飛行甲板上において安全に F-35B が運用できるかどうかを検証するフライトデッキ認証テストのことなんだ。この試験はアメリカの東海岸大西洋側にあるパタクセントリバー海軍航空基地メリーランド州に所属する試験評価飛行部隊 VX23 のみが実施する試験であるため、F-35B の運用資格取得を希望する艦艇は、アメリカ東海岸まで航行して出向く必要があり、試験はそれぞれ個艦単位で実施されるため、たとえ同一設計の同級艦であったとしても、必ず運用を希望する艦ごとに認証テストを受け直さなければならないぜ。これまでアメリカ海軍で F-35B を艦載して運用する原子力空母や強襲揚陸艦などの他に、イギリス海軍のクイーンエリザベス級空母のクイーンエリザベスとプリンスオブウェールズ、イタリア海軍の軽空母カブールがあり、護衛艦加賀がこの試験に合格すれば、F-35B を運用できる空母を保有する国として日本が4番目に名乗りを上げることになるな。イギリス海軍が威信をかけて建造した正規空母クイーンエリザベス級の1番艦クイーンエリザベスと2番艦プリンスオブウェールズは基準排水量4万5000トン満載排水量6万7699トン全長 284.0 メートル最大幅73メートル水栓幅39メートル喫水 9.9 メートルと中国がウクライナから買い取って初めての保有空母となったようね。旧ソ連海軍が設計建造していたバリアーグに匹敵する大きさがあるんだよね。クイーンエリザベス級空母の特徴は、アイランド型の環境構造物が艦首側の航海作戦用環境と、間にエレベーターを挟んで後方に設置されている航空管制用環境の2つに分割して設置されている外観にあり、これはどちらかの環境が攻撃によって使用不能になった場合の降誕性を確保するとともに、二つのアイランド艦に煙突を配置することで直下の艦底に配置されている機関から排出される排気通路を短縮することが可能となり、給排気系装置の軽量化と艦載機の発着艦に対する排煙の影響が軽減されているというよ。搭載機数は最大で F-35B を36機と哨戒ヘリコプター10機とされ、艦載機の発着艦は発艦にスキージャンプ台を用いて着艦は、垂直降下する STOVL ショートタケオフバーティカルランディングストーブル方式が採用され、発着艦兼用の滑走レーンは艦の守備線と平行に設定されるアキシャルデッキ方式となっているんだ。ただ、
同級の飛行甲板が左舷側に大きく張り出していることから、将来的にアメリカ海軍の原子力空母のように、アングルドデッキを設定して発艦用カタパルトと着艦制動用のアレスティングワイヤーをすることで CATOBAR、カタパルトアシスティドテイクオフバットアレスティドリカバリーキャトーバー方式や中国海軍の遼寧と、三島などと同様のスキージャンプ台からの発艦とアレスティングワイヤーによって着艦制動を行う STOBAR、ショートタケオフバットアレスティドリカバリーストーバー方式に対応することが可能とされているぜ。また将来的には大型の無人航空機アンマンドエアリアルビークル UAV の運用が想定されているために、2021年頃から CATOBAR 方式への改装が検討されているのであるが、当初は UAV への対応だけを想定されていたため、最大25トンまでの機体に対応したカタパルト及び20トン級の機体に対応したアレスティングワイヤーの設置が検討されていたな。しかしその後、F-35C や FA-18E スーパーホーネットなどの有人固定翼機の運用も検討され始めたため、官能原側に UAV 用に55メートルの長さのカタパルトを設置した上で、左舷側には90メートルの長さの電磁式カタパルトを設置し、アングルドデッキに着艦レーンを設定して先進着艦制動装置 AAG を設置して運用することも検討されているらしい。クイーンエリザベスにおいては2018年9月に、やはりアメリカ東海岸のメリーランド州沖で F-35B 運用評価試験が実施されていて、11週間にわたって500回以上に及ぶ F-35B 発着艦訓練が実施され試験に合格していたよ。そして2番艦のプリンス・オブ・ウェールズは当初2021年に運用評価試験が予定されていたのであるが、2020年10月に大量の海水が機関室に浸水する事故が発生して、電気系統の設備が水没してしまい、その修理に長い期間を要してしまうんだ。その後改修工事が完了したプリンス・オブ・ウェールズは2023年10月にメリーランド州沖で F-35B の運用評価試験が実施され、アメリカ海軍の試験部隊 VX-23 の F-35B によって短距離発艦試験や垂直着艦試験が繰り返されただけでなく、イギリス海軍が独自に導入している低速で滑走しながら着艦する、SRVL シプボーネロリングバーティカルランディング試験も実施され、10月29日には初めて F-35B による夜間 SRVL も実施されたことが伝えられたね。またイギリス海軍の2隻の空母の他にも、イタリア海軍が運用している軽空母カブールで、F-35B を運用するための運用評価試験が2021年3月に実施されたぜ。カブールは基準排水量2万2130トン満載排水量2万7100トン全長 236.5 メートル水線長 215.6 メートル最大幅 39.00 メートル。水 8.7 メートルと、海上自衛隊の出雲型護衛艦より満載排水量で約3000トン上回るが全長は 11.5 メートルほど短い艦隊で、STOVL 機の AV-8B ハリアー28機と AW-101、NH-90、SH-3D などのヘリコプターを8機搭載している軽空母となっているな。イタリアの空母は、カブールの仙台にあたりカブールの収益によってヘリコプター揚陸艦に艦種変更となった、ジュゼッペ・ガリバルディ以来、護艦防御用の武装が重装備であることで知られていて、ジュゼッペ・ガリバルディはフリゲート並みの重装備とまで言われていたね。カブールの兵装は 76mm 単装速射砲が2機、25mm 機関砲3機に加えて、フランスのナバルグループが開発した。シルバー A43 垂直発射システム VLS が8セル ×4 機で32セルあり、単射程型の艦対空ミサイルアスター15が装填されているよ。出雲型護衛艦を軽空母として改修を進めることが決定されたことで、日本が世界で4番目に F-35 を艦載機として、運用する国になることを受け、日本政府と防衛省は海上自衛艦と航空自衛艦からなる視察団を、2023年10月末のプリンス・オブ・ウェールズの F-35 運用評価試験に派遣して、同艦において実施された試験を視察させて情報収集に努めたな。プリンス・オブ・ウェールズでの試験の中には無人航空機による試験や、アメリカ海兵隊との合同訓練も行っており、
加賀でも同様の試験が実施される可能性があることが指摘されているぜ。今回は先に飛行甲板の形状変更などの空母化改修が進んでいた加賀が派遣されて F-35 運用評価試験が実施されるが、同型艦の出雲についても次の改修が実施され次第同様の試験を受けることになり、それらが全て完了する頃に海上自衛隊に太平洋戦争以来念願とされていた空母艦隊が誕生するかもしれないとして期待が膨らんでいるね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。